様こんばんは。タロット歴25年目のモーゼ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。マイクの調子はどうかな。はい、今日もあの人の気持ちしっかりと見ていきたいんですけれども、今日特にお二人の流れ、こう過去現在未来も見ていきながら、あの人の状況、あの人の気持ち、そして今ねスペースが置けないのでカードを置いてないんですけれども、あの人の気持ちをもう少し掘り下げながら見ていきたいと思います。はい、今日選んでいただきたいのはこちらね、3つの色です。白の皆様、ブルーの皆様、赤の皆様、この3択からあの人のことを考えながら選んでみてください。じゃあ今日もねしっかりとあの人の気持ち見ていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ白の皆様、まずねこちらのカードシャッフルしていきますね。ちょっとねカメラの前だと今日シャッフルしにくいので、こちらでシャッフルしていきます。お二人のまずはね過去現在未来でカードを2枚ずつ取っていこうかなと思っています。はい、じゃあねこのカードを6個6個に分けていきましょうか。はい、じゃあまずね過去、現在、未来、よいしょ。はい、じゃあまずね、お二人の過去。はい、子供と月のカードが出てます。これがね、過去なんだよね。OK。はい、現状は？喧嘩しちゃったのかな、これはね。なんか感情的になっちゃったのかな？今。未来は？そっか。仲直りはできると思うんだけど、もうちょっと時間がねかかるかもしれないですね。なんかねお互いの気持ちが落ち着くのがねもう少し時間かかるかもって出てるね。なるほど。過去の流れから見るとなんかね、幸せな感じはねとっても伝わってくるんだけど、なんだろうねこの問題点っていうのが、こう年齢差なのか、こうどちらかがとてもこうなんていうのかな、こう子供っぽくなっちゃう部分っていうのもあって、それが可愛かったりするんだけれども、今はそれがね逆にこう、問題っていうかこうトラブルになっちゃったのかなって感じはするんですよね。過去はポジティブに出ていて、今の現状はもしかしたらネガティブに出ているのかもしれない。ただ恋の流れもうちょっと時間かかるかもしれないけど、仲直りはねできていく流れになると思う。今よりは状況は少しずつ穏やかになっていくよっていうのがね、まずこれが2人の流れかな。OK です。じゃあ今度はね、あの人の状況を見てみますね。はい、じゃあこちらのカードであの人の今の状況を見てみましょう。
じゃあね、こちらのカードも、あの人の状況はね、4枚で見ていこうかな。よいしょ。あの人の今の状況ね。よいしょ。さあ、あの人は今どんな、こう、現状にいるのか。はい、あ、木が出たね。蛇、山、鞭、あ、なんかイライラしてる。 なるほど。いや、精神的に落ち着いてないですね。落ち着いてないな。今ね、白のボトル、あ、ボトルさん、白の皆様と、今こう、まあ、大きな喧嘩かな？なんかね、そういうふうに今見えてるんだけれども、あの人、体壊してはないかもしれないんだけれども、精神的に今こう、全然こう、幸せそうじゃないというか、なんかこう、怒ってる？これ怒ってるっていうのは白の皆様にっていうことじゃなくて、お相手様自身がなんかね、むしゃくしゃしていて、こう精神的な余裕が今ね、全くないですね。お、かなりこれ追い詰められてるなーって感じがするなー。そっか。なんかね、これ今見えたこと、なんだろうね、これ。キャバクラって今営業してないんですかね。なんかこう、そういう、こう、お店に、なんかね、むしゃくしゃしていきたいなとか、思ってたりするのかな？言ってるかどうかはわからないんだけど、なんかね、そういう、憂さ晴らしみたいなのをしたいって思ってるところはあるのかもしれない。なるほど。じゃあ、の人の気持ち。じゃあ、ちょっとね、こちらのカードから見てみましょうかね。あとね、こちらのカードもね、一緒に出していきたいと思うので、少し待ってくださいね。じゃあ、あの人の、ね、白の皆様に対して、どう思っているのか。はい、じゃあね、こちらね、カード。はい、3枚ね、出していきましょう。はい、あとね、こちらのカードもシャッフルしていくので少しお待ちください。はい、じゃあね、こちらも3つに分けていきますね。それと同時にね、よいしょ。 はい、こちらのカードもね、これもね、2枚出していくので少しお待ちください。はい、じゃあこれはね、2つに分けていきましょう。上と下ね。はい、じゃあね、お待たせしました。お相手様のお気持ちが出揃いましたので、まずはね、ロマンスエンジェルカードから見ていきたいと思います。まずこれから開いていきますね。はい。アクション。アクションというカードが出ました。さて。はい、気持ち。おー、見てください。ソウルメイト出たね。ね、あの人の気持ちでね。すごいカード出てるよ、ほら。トラスト。まあ、すごい。
なるほど。ねえ、このカードと、あとアクションだね。おーい、よかったですね。なんかね、とってもとっても愛されてる感があって、あとね、こちらのタロットも見ていく。死神。力。おー、なんか強いカードがバンバン出ましたね。ちょっとこれも引いていきますね。ミラクルズ。はい、カップのキング。はい、なんかね、このね、タロットキラッキラしてますよね。いやいやいや。すごいカードがね、あの人の気持ちで出てますよ。お相手様は、まず仲直りをしたいと思っています。こう、自分もね、悪いところがあったっていうのをきちんとね、このお相手様も分かってるみたいなんです。だから、こう、自分のプライドがとか、もうそんなんじゃなく、もう自分からお礼を、自分から謝ろうみたいなね、そんな気持ちがね、あるな、あるあるある。あるね。ただ、少しね、葛藤みたいなのもあるみたいなんですよ。今現在はね、自分から謝ろうと思う、自分からお礼言おうと思うんだけれども、こう、なんて言えばいいのかな。こうね、自分のプライドの高さが邪魔をする部分っていうのはあるんだけど、でもそれよりも何よりも、やっぱり僕は、私は、白の皆さんのこと、やっぱりね、とっても好きだから、大切な人だから、やっぱりこう、なんかね、ここで終わらせるわけにはいかないみたいな。どんなことがあっても、やっぱり頑張りたい人だって出てるんですよね。で、お相手様ね、今ちょっと仕事とか、アルバイトとか、そういう自分がしなければならないことに対して、ちょっと逃げてるような気はするんです。まあ、逃げるって言い方はね、正しくないんだけど、なんかこう、今はあんまりこう、考えなくて済むように、むしろなんか自分を忙しくしてるみたいな、そういう部分があるんだけれども、でもお相手様も分かっています。自分にとって白の皆様がどれだけ大切で大好きな人か、分かってる分かってる分かってる。でね、まあここにね、このまあアクションのカードも出てるから、これはね、お相手様から動いてくると思います。ただ、まあ、もしかしたら本当にね、今こう仕事が忙しいっていうのが、忙しくしてるんじゃなくて、もしかしたらね、本当に忙しい人もいるかもしれない。いるかもしれないんだけれども、2人の流れが、まあ先ほど見た、なんかね、もう少し時間かかるんだけど、仲直りができる方向に行くって出ていて、そして今のこのあの人の気持ちを見ても、やっぱり自分よりも白の皆様の方がやっぱり大切な人、なんかね、こう、これからも大切にしていきたい人、こう、こんなにね、こう、やっぱ心がね、すごくこう通じ合ってるみたいなんですよね。だからね、お相手様が、あ、ここね、まあ、死神のカードが出てるから、なんか驚く人は、おおって驚くかもしれないけど、全部が全部悪い意味じゃないんですよ。私は今回悪い意味で取らずに、まあ、ね、力と一緒に、なんていうのかな、まあ、ちょっとコンビネーションで見させていただいた感じなんだけど、これはね、お相手様が自分が折れて、そして白の皆様に行こうと思ってる。ただ、少し仕事とかが忙しくて、その余裕が今はないかもしれない。だからもうちょっと時間かかるかもしれないねと。でも、よかったですね。とってもとってもね、思われてますよ。白の皆様。ね、ソウルメイト最近よく出るなーって感じで。はい。これがね、あの人の気持ちです。よかったら参考にしてみてください。白の皆様のリーディングでした。
じゃあブルーの皆様、まずはね、お二人の過去、現在、未来ということで、まずは見てみましょうね。どんな状況なのかっていうことを見ていきたいと思います。ちょっとね、今日はね、カードがね、カメラの前だとシャッフルがしにくいので、シャッフルだけは今ね、後ろでしてます。じゃあね、これを分けるのは、はい、じゃあここでね、していきます。そう、6枚だからね。はい、じゃあね、まず、これが過去。でね、これが現在ね。このね、流れから客観的に今どんな状況なのか、お二人がねどんな状況なのかを、はい、見ていきましょう。コウノトリと道、過去がね、はい、現状がタワーとユリ、おー、なかなかいい。はい、未来が、お、棺桶と船、あ、環境が変わる人がいるのかな。なんかね、距離ができるとかね、やっぱね、この時期って環境の変化考えられますよね。まあ進学、就職、転職、移動、いろんなことがね考えられるんだけど、なんかね、過去の流れっていうのはお二人の環境が変わった時にこう出会ったっていう感じがしました。だからまあこれ例えで言うと、まあ例えば、まあ学校とかね、あとはまあこれね、子育てって意味もあるので、まあ子育ての中のどこかで出会ったとか、あとはまあ転職な、例えばね、転職してきたとか、お互いしたとか、そういう時に出会ったっていう感じで、今の現状はタワーとユリが出てるから、なんかね、すごく愛し、しっかり愛し合えてる、なんかもう本当にもう超ラブラブの2人って感じがするんですよ、今はね。でも未来が棺桶と船のカードが出てるから、もしかしたら環境が変わることによって、例えば離れ離れになってしまったりとか、もしかすると一時的にこう連絡の頻度が減ってしまったりって可能性があるかもしれない。今ね、見えてるのここまでなんだけど、もしかすると後でカードをね追加するかもしれない。まずね、今はねこんな感じがまず見えていて、じゃあこのカードであの人の今の状況をね見ていきたいと思います。じゃあね、あの人の状況を、はい、じゃあね、これであの人は今どんな状況にいるのかということを、はい、じゃあ見ていきましょう。さあ、あの人の状況はワンちゃん、月、あ、これね、きっとね、ブルーの皆様のことだと思うんですよね。今ね、あの人とっても幸せそうです。もうね、こう気持ちもすごく穏やかなんですよね。気持ちもすごく穏やかで、もう今のこの幸せが、もうずっと永遠に続いたらいいのにっていうぐらいの、もうなんか満ち足りたなんかね状況にいらっしゃるんですね。で、お相手様自身がこう恋愛っていうのは、これはブルーの皆様とのこと
なんだけれども、まずね、その恋愛もすごく幸せだし、あとね、こう周りにとてもこう仲のいい友達、なんかこう信頼できる人たちがこういて、こう、まあ、このお相手様もすごく性格的に穏やかで人懐っこいところあるんだろうなって思います。だからね、すごくこう人から好かれている。そしてそのこともお相手様自身も嬉しいなとか幸せだなっていう、こう素直に感じることができる人、そういう状況に見える。とっても幸せそうに見えますよ。OK です。じゃあ、じゃあ気持ち見ていきましょうね。こちらもカードをね、シャッフルしていきます。じゃあ開いていきますね。3枚目のカード。まずはね、こういうカードが出ました。で、それプラスこちらのカードもね、ちょっと出していきます。じゃあ1枚これですね。よいしょ、こっちの方ですね。これがね、まずあの人の気持ちで、あとはタロットも一緒に出していくので、少し待ってくださいね。じゃあこちらもね、カードをシャッフルしていきます。じゃあ開いていきますね。これはね、コインのページ。これは、ワンドのエース。そしてこれがソードの2。また1枚出していきましょう。じゃあこれですね。これです。わあ、素敵なカード。出ました。これがね、あの人の気持ちとして今回はね、出ましたよ。なんかね、こう本気モードがね、こうお相手様なんかね、高まってきてる気がするな。今のこの状態も、このお相手様からすると、ブルーの皆様とのね、幸せな時間がね、あるっては確かに出てるんですよ。出てはいるんだけれども、その今からこう、離れるっていうか、距離ができることかな、環境が変わるっていうことは、お相手様自身ももちろん分かっていること。だからこそかな、だからこそブルーのボトルさんとのいわゆる次の生活、新しい生活、もし距離ができたとしても、そこからまた2人でこう頑張っていきたいっていう、今ね、気持ちがお相手様の中に芽生えてるような感じがする。なんかある意味、この今回離れる
と離れるというか距離ができるとか環境が変わるということがこのお相手様をより本気にさせたというか、そんな感じがするんですよね。今ね、こういい意味で気持ちがね、すごくこうメラメラと燃えていて、こうより本気の恋になっていきたいって思ってるのがあの人の気持ちみたいですね。なんかこう今のこの段階からの卒業で、この卒業っていうのは さよならっていう意味じゃなくて、次の段階に二人で進みたいっていう気持ち、それがお相手様の中にはあるような気がするなって感じがする。で、今さっきあのね、棺桶のカードとかも出てたんだけれども、このお相手様の気持ちを見る限り、距離が出た、イコール離れるとかね、別れるっていうことは出ていないです。ただ、環境が変わって落ち着くまでは、こう少し会える機会とかが少なくなってしまうかもしれないっていう未来だと思います。でもね、このお相手様の気持ちを見ていると、これはね、大丈夫だと思うな。こうきちんと真剣にブルーの皆様のことを考えてくれているような気がします。はい、これがブルーの皆様へのリーディングでした。よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあ赤の皆様お待たせしております。まずはこちらのカードからお二人の恋の流れ、過去、現在、未来を見ていきたいと思います。ちょっと今日ね、スペースが、カメラの前がなかなか撮りにくいので、シャッフルは後ろでしています。じゃあこちらをね、まずね、6枚。まず分けていきますね。はい、まずはこれがお二人の過去で、これが今現状で、そしてこれが、はい、未来。はい、じゃあまずは過去の流れから見ていきます。お、ヤマトネズミ。これはね、こうなかなか進まない、例えば片思いとか復縁をしたいあの人ねとかなんだけど、音信不通でなかなか連絡が取れなかったりとか、こうそういう辛い期間が過去にあったんじゃないかなっていうのが、まずね、今の見えてる過去がまずね、見えます。じゃあ今はどうだろうね。はい、今は、お、子供と鳥のカードが出てるぞ。よかったですね。これ連絡ね、例えば音信不通の人だったり復縁望んでる人は今これ連絡取れるようになってますよね。なんかお相手様のちょっと気分次第みたいなところはあるかもしれないけれども、こう前みたいな、こういなんていうのかな、こう過去はブロックされてたとかね、そういうことあるかあったかもしれないけど、今はいや、もうそれないと思います。で、片思いの人とかも、こうなんていうのかな、まだ深い内容ではないかもしれないけれども、こう何らかのラリーができていたりっていう、そういう感じはする。まだデートの約束まではできてないかもしれないけど、やり取りっていうこと、コミュニケーションは取れてるんじゃないかな。で、未来は、あら、いいじゃないですか。庭と道が出てる。あ、もっとね、仲良くなりますよ、お二人。なんかこれグループ規模なんですよね。コミュニティグループなので、今のこうつながりがもうちょっとこう今こういい意味で
すごくこう、すごく広いんですよ。こう、彼とか彼女、お相手様の、例えばこう、友達の中の一人みたいな、そういう感じが今はするんだけれども、未来は、そこがね、狭まるんですよ。狭まって、例えば仲のいい一人とかね、そういう感じになっていきそうです。例えば、お相手様の家で、例えば家飲みとか、例えばね、こうそういう感じとかでも、例えば誘われたりとか、こうそういう仲がね、良くなるっていうか、距離が近くなるっていうのはね、出ている。お、良かったですね。じゃあ、はい、じゃあこちらのカードで、じゃああの人の今の現状をね、じゃあ見ていきましょう。これはね、カードを3枚。はい、じゃあ取っていきますね。さあ、今のあの人の現状。さあ、どんな日々をあの人は送ってるのって感じで見てみると、手紙、木、船。ああ、なんだろう。これ、まあ今ね、パッと思ったのが、例えばこう、海外とかから、なんかこう、いろんなものを輸入してたりとかね、こう、外国の友達とか、こう、まあ距離がある友達かな。まあ日本でもね、例えば北海道と沖縄であれば距離があるし、でもなんかこう、そういう、こう、距離を感じさせないやりとり。だから、ゲームとかね、なんかこう、そういうのが好きなのかな？なんかとにかくこう、人とこう、実際に会うわけじゃないかもしれないんだけど、そのこう、関わり合っている時間がすごい多いような気がするんです。だからまあね、ほんと SNS でいろんな人と例えば、つながってたりとか、ツイッターとかインスタ、例えばね、しょっちゅう、更新してたりとか、ことも含めて、なんかこう、日々そういう意味の忙しさ、そういう意味の交友関係の広さっていうのが見えるような感じ。なるほど。特定の誰かっていうのはいないような気がするんだけど、でもなんせこう、顔が広いというか、知り合いレベルかな。実際合ってるかどうかまではわからないんだけど、その知り合いレベルはむちゃくちゃ多い方なんだろうなって思いました。ということで、じゃああの人が赤の皆様のことをどう思ってるのか、じゃあこちらのカードから見ていきましょうね。はい、じゃあね、このカードを3つに分けていきましょう。はい、ちょっとね、カードこれ開いていきますね。はい、あ、落としちゃいました。ごめんなさい。よいしょ。乗る？乗らない？ これね、そう、一回落ちるとね、なかなかね、乗りにくいんですよ。はい、このカードと、はい、2枚目これですね。おう、さあ3枚目はねこれです。お相手様、ロマンチストですね。そっかそっかそっか。ちょっとね、このカードもね、一緒に見せてくださいね。これもね、シャッフルしていきます。1枚ね。はい、じゃあこれね、はい、引いていきましょう。おー、なるほど。ちょっとね、タロットも出して一緒に解説をさせていただきますね。はい、じゃあこちらもシャッフルしていきます。
じゃあ3枚、3つに分けていきます。はい、まずはこちら、カップの5。ちょっとごめんなさいね。で、こちらがコインの7。はい、そして3枚目がソードの7。なるほど。でね、あと1枚こちらのカード。はい、じゃあちょっともう1回見ていきます。ですね。はい、お待たせしました。これがね、あの人の気持ちとしてね、今出ていて、なるほど。なんかね、なんかね、伝わってくる感じがするんだけど、こう、今の現状、そうね、あの人の気持ちっていうのは、こう、彼氏を作る気とか彼女を作る気、今はまだね、なんかね、ないような気がするんですよね。で、これは、こう、赤の皆様のことを、なんか例えばですよ、好きじゃないからとかそんなんじゃなくって、なんかこう、今お相手様自身がこう自分のことでね、忙しい部分があって、過去にこう恋愛でこう振り回された経験があるのかな、それがこうトラウマになっているような感じがして、こう直近のね、こうこれからの恋愛っていうのはまだお相手様のこう気持ち、そういうのがね、こう整ってないような気がするんです。これ今の話で。で、こうお相手様としてはなんかね、もう少し赤の皆様のことを知っていきたいなっていう興味、それはね、あるみたいなんですよ。だからどういう人なんだろうっていうことで、こうもう少しこうアプローチっていうかな、そういうのはあるかもしれない。お相手様の中で案外ね、こういろんな人と出会ってたりとか、知り合いが多いような感じだから、こうフィルターがね、この今よりも仲良くなるとか、例えば彼氏候補、彼女候補になる時、案外フィルターが厳しいような気がするんだけど、今赤の皆様はそのフィルターにはね、通ってるんですよ、お相手様の中にね。で、こうもっと仲良くなりたい人、どんな人だろうって興味を持たれてはいる。で、ここからかなーって気がします。なんかこうね、今ようやくこちら側にこうなんかね、少し気持ちが向いてきてるよっていうところから、今から2人の関係がなんかこうさらに仲良くなるための始まりが今からなのかなって気がしますね。だからもうちょっと時間ね、こうこのお相手様がね、まあ慎重な部分とかトラウマというのを抱えているような気がするので、で、こう彼氏彼女をね、今はまだ作りたくないよっていう人にアプローチをしてもなかなか難しい。なんかね、そんな感じがする。なので今はね、お相手様にいわゆる異性としてのアプローチをするよりも、なんか私、僕はこんな人間だよみたいな、そちらのその形でこう距離を少しずつこう縮めていく方が、今のあの人にはこう有効な気がするんですよね。なんかね、仕事とかアルバイトとかね、私、僕こういうふうに頑張ってるんだよみたいな、そういうアプローチの仕方も良さそう。なんか綺麗とかかっこいいとか、なんかね、そういうところではないみたい。
このお相手様が望んでいるのは。案外ね、その友達とかはね、案外多い気がするんだけれども、親友レベルになると、そこはね、すっごい少ないと思うんですよね。やっぱ表面の顔と、そのフィルターを通す人がそれだけお相手様は少ないからだと思うんです。でも、赤の皆様は、そのフィルターに今ね、通ってるように私は見えるので。なんか時間かかるかもしれないけど、もうちょっと、なんかね、もうちょっとずつ、なんじゃないかなっていうような未来が見えてるような感じ。そしてお相手様の気持ちが、なんかこう興味を持ってくれてるよっていう感じがするっていうのがね、これが赤の皆様へのリーディングとなりました。いい感じになるんじゃないかな、この恋は。そう思います。はい、よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。